わらきり抜刀斎です。ドルドの今日はね、はい、伊之助の、はい、日輪刀の、若殿がうろちょろしてますけど、これね、さらし、これを染めていきたいんですよ。何で染めようかと思っていろいろ考えたんですけど、柿渋で染めようと。柿渋なんかもう柿渋で柿渋色みたいな今日は寒いなんですけど、柿渋染めって結構好きなんですよ。こういう色になるってことでしょ。染め方によってもっと茶色っぽくなったりするんですけど、 あんま濃い色じゃなくて薄めに染めたいなと。ちょっと塩感出す感じだけなので、うんうん、薄めに。これ柿渋、これ漆屋さんから買ったんですよ。一般人でも買えるんだね。あ、買える買える。なんかあれみたい、あのうがい薬の色に、ね、うがい薬やってみる。イソジンのうがい薬、うがいしてみる。これいい。こちらで染めていきたいんですけれども、はい、ハケで染める染め方とか、うん、あと浸す染め方とかいろいろあるんですけど、薄めに全体的に染めたいんで、うん、こう浸す方でね、うん、ちょっとやってみたいと思うんで、ね、はい、じゃあまずはこれ原液でやるとだいぶ濃いので、薄めてどのぐらい薄めればいいのかわかんないですけど、うん、ちょっと様子見ながらやってみようと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい。柿渋ってつくとね、もう絶対落ちないからね。え、そうなの？あ、まあ手とかは洗えば落ちるけど、こう衣服とか。どのくらい入れてみようかな。とりあえず一回どんなもんかな。2つ入れるからね。もうちょいかな。やっぱりイソジンにしか見えないね。なんか鼻水みたいなの出てきた。ほら。本当だ。何これ？あ、柿？柿？の繊維？一応入れとこ。うん。もうちょいかね。あんま。なんか色味がよくわからないね。飲もうかな。あんま濃くしたくないから、うん、でもこれこの水の色になるわけじゃなくて、実際はほらもうちょっとさ、うん、薄めになるじゃん、うんうんうん、とりあえずこれで一回止めてみればいいんじゃないの。これで一回ジャブっとやってみよう、うん、この鼻水みたいなの取る。なんかあれなんだね、手袋には色つかないんだね。いや、ゴムは染まってゴムは染まんないんですけど。そうなの。ゴムは色つきません。あ、そっか。はい、ちょっと一回入れてみよう。うん、あー、何見て。え、あんまりわからないね。いや、色、あ、ちょっとうっすらついてる気がする。いや、ちゃっこい。ほら、うんうん、全然違くない、うん、本当だ。あ、本当だね。ね、うん、これまあ30分ぐらいつけておくと、うん、多分、うん、これもね、入れちゃおう、うん、はい、よいしょ。いや、冷て、ちょっと寒くなってきたもんね。うん、柿っぽい色になってきた。まあこれどんなもんかわかんないですけど、うん、ちょっとこのままね、うん、まあ、30分から1時間ぐらい頃合い見てね、うん、様子見ながらってこと？うん、後ろでめちゃくちゃ頑張ってるよ、土運び。そうですか。わー、すごいね、うん、長いんだね。長いね。あ、そっか、中まで染まらないかもしれないもんね。いや、中は大丈夫じゃない。これ結構ガーゼ薄いから。あ、そっか、一応、まあ、ある程度ちょっと広げとこう。うんうんうん。何メートルのやつなの？10メートルぐらい。10メートルじゃだいぶ長いね。うん、
タンニンが入ってるわけよ。タンニン、タンニン、タンニンってあれで学校の担任とかじゃないかな。それが発色するわけよ。柿渋っつうのがね。ツバの錆漬けなんかもね、うん、まあ柿渋使う人とかもいる。へそのタンニンが赤錆をこう黒錆に変えるの？そう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 。っていう性質を持ってたりさ。へまあ昔の人の知恵だよね。すごいよね。なんでわかるんだろう。でこのタンニンがその防虫とか、うん、防風にもなるから、うん、さやって結構虫食いとかあったりするんだよ。へ白材とかね。そうなの。そうだから柿渋で染めた方が、うん、その防虫効果とかもあるから、うーん、ああいいかなと思ってさ。へそういう理由もあってこれなんだ、うん、柿渋にしたの。1回であんま染まんなかったら2回染めるけど、うん、ただそんなに色つけたくないから、うん、そうだよね。その猪之助のやつはまあ白っていうかほぼ白に近い、うん、なんか、うん、ちょっと汚れた感じの、ね、うん、だからそこまでね色はつけないんだけど、うん、30分から1時間ぐらい、はい、これでじゃあ様子見たいと思います。はい、はい、30分ぐらい経った時計ねえや書く30分ぐらい経ったんで出してみましょう。はい、この30分の間に、はあ、久々にバイクをね、うん、動かしてきたんですけど、たまにほらエンジン回さないとさバイクにも良くないからね。寒かった。寒いでしかもバイクっていいでしょ。いいいい、めっちゃ寒かったよ。寒いよ、うん、きっと。どうだろう、あ、まあいいんじゃない。ほらちょっとなんか画面では分かりにくいんだよな。嘘、ちょっとあ、うん、ここアップしてみ。アップしてもね、暗いからかな。ああちょっと大丈夫だよ、かかってないでしょ。隠し場になっちゃうじゃん。いいじゃん。やだ、虫寄ってこないよ。あ、確かに。一旦捨てて、この色と違うから、あの干した後はまた発色が変わるから、で色が落ち着いた時にどういう色になるか、陰干ししないといけないから。いやーちゃっこい。冬場は寒いね。これ寒い。でこれを干すのが大変だよね、長いからね。うん、1個が どのくらいなんだろう。どこまでが1個なんだこれ。長いね。長いね。あれ？ああ。終わり？終わり。まあもし少しムラになってもね、まあそれも味かなと思うんで。まあ確かに。うん。わってなった。長いね。長い。なんか包帯干してるみたい。なんかそんなに色わからなくない？だからわかんないぐらいがいいんだって。染め物屋さんみたいにさ、ぶら下げられるのがあるといいね。いや、うち染め物屋さんじゃないんで別にいりませんよ。やる？染め物屋開業する？ちょっと面白そうだよね。まあ、そうね、染め物もね、面白いよね、やろうと思ったら。うん、なんか私がやったらすごい染め物できそうじゃない？もう全部ムラ。でもそれがまた味になっていいんじゃない？うん、染め物屋さんやろうかな。どうした急に。意外と足りないかもしれない。なんか真っ白な気がするけど。いや真っ白ではないよ。色ついてるよ。ほんのりだよね。だほんのりでいいって言ったじゃん。こんなに過ぎないのかな。それで発色見て、うん、ちょっと薄すぎんなと思ったらもう一回染めるよ。一回で染まるかどうかは分かんないから、うん、でも最初から濃くやっちゃってさ、後戻りできないじゃん、うん、濃い分には、うん、薄い分にはさ何回か染めればいいけどさ、うん、こんな感じで干して発色見ながらね、もう一回染めるかどうしようか、うん、色見て決めたいと思います、うん、とりあえずどんな色になるか楽しみです、はい、これで乗ってきました。これでって
しまいます。しまいます。はい。一回目の染色が終わったんですけれども、まあ、少し色ついたかな。もう少し色をつけたいので、二回目を染めてみたいと思います。今度はちょっと水を半分ぐらいにして、濃度を上げて染めてみます。これでこのまま30分ぐらい放置します。2回目の染色が終わりまして、だいぶいい感じになりました。ちょっとね、画面越しじゃ分かりづらいんですけども、結構ね色ついてます。作業お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様っていうかね、染めただけだけど。私見てただけだけどね。あ、でも撮ってくれてたじゃん。あ、撮ってたけどね、うん、めっちゃ手詰めたかったけど、そうだね。染色2回ね、うんうんうん、したので、うん、すごくいい感じの色になって、次回、はい、巻いてようやく伊之助のこしらえが完成できるかなと思いますんで、お楽しみにしてください。お楽しみにお楽しみにということで、本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。次回伊之助完成。ノーリアクション。何も出てこなかった今。なんで？なんで？何にも出てこなかった。なんでよ。なんでだろう。これね。酔ってる？酔ってない。高評価、チャンネル登録よろしくお願いでござる。ツイッター、インスタグラム。その他いろいろやってますので、そちらの方も登録よろしくお願いでござる。